新世界の神ポコエフロンだということで、今回はね、僕は7万円持ってるんですよね。だからね、この7万円で僕は世界征服をします。7万円もあれば世界征服なんて余裕なんで、まあ僕に任せてください。そう、この時の俺は思い上がっていた。だが現実はそう甘くなかった。気づいたらこの7万円は失っていた。それがどこへ行ったのかも行方もわからなかった。さて、7万円を使う…は？ 7 万円ねえぞ。は？どういうこと？ここに置いといた7万円が消えた。ない、ない、なくなってる。このまま悩んでても仕方ねえよな。なら7万円探すか。でもな、当てもねえからな。そうだ、旅に出よう。旅に出ればそこで7万円が見つかるかもしれない。よし、行くか。この時俺は覚悟は決まっていた。旅に出る。7万円を絶対に見つける。この扉を開けたら俺の物語が始まる。旅のスタートだ。はあ、結局見つからなかったな。でもまあしょうがねえか。とりあえず部屋に戻るか。え、なんで7万円ここにあるの？え、あんなに探したのに結局ここにあるのかよ。マジか、クソ。俺としたことが東大元暮らしってことか。じゃあこの7万円は大切に使おう。自分の仕事のために使おう。はい、ということでね、まあもうバレてると思うんですよね、僕が何をしたかったかっていうのは。多分みんなもう気づいてます。多分これを見てる全員が気づいてるはずなんですけども、僕ね、モニターとモニターアームを買いました。まあ先ほどの動画を見たらね、あ、こいつモニターアームとモニター買ったなーって多分思うと思うんですよ。みんながね、僕がピクシオのモニターを買ったということと、エルゴトロンのモニターアームを買ったということは、先ほどの動画で、まあ、全部わかってると思います。なのでね、まあこちら開封していきましょう。フォートナイトの歴史のストーリー、なぜ走ってしまったんだ飛行に、西川雄大孤独で一人、腐れ生えぐらい意地で希望に、確定演出の音に乗り、現はい、ということでね、実際に取り付けてみました。はい、モニターアーム、こちら白いやつね。これめちゃめちゃかっこいいっすよ。で、まあ後ろはね、こんな感じになってます。まあここを自由に動かせて、まあここら辺も全部自由に動かせるんで、まあ操作性がね、すごいいいんですよ。なのでめちゃめちゃ便利という感じですね。で、まあ今ね、モニター撮ってるんですけども、もともと使ってたのがこれね、240Hz のモニターですね。で、ピクシオの PX5 のハヤブサ2というものをもともと使ってました。で、こちらをサブモニターに広角させて、で、新しいこの 360Hz のモニターがピクシオの 360Hz のモニターです。で、まあこの両方ともなんですけども、反応速度っていうのが 1ms。まあ十分ですよね。で、どちらも IPS パネルを使用しています。このね、ボタンを押すとね、これが今何 Hz かっていうのが出るんですけど、今 240Hz に設定してます。で、まあ新しい方も 360Hz に設定しています。で、まあこれからね、ちょっとフォートナイトの方で、まあ 360Hz で実際にプレイしていきたいと思います。はい、ということで、まあね、クリエイティブ来たんですけど、このね、島の出し方がここって知らなくて、ずーっと走り回ってたわ、5分ぐらい。マジでやばかったんですけど、まあとりあえずやっていきますか。しかもなんか画質設定とかもなんか色々変わっててさ、もう全部が全部ぐっちゃぐちゃだったんだよね。なんか音ちっちゃくなったんだよ。なんだそれ。360Hz どうなんだろう。いやでもね、一応なんか俺多分 PC のスペック的に360出ないっすわ、フォートナイト。俺の PC のスペックじゃ出ねえわ、せっかく買ったけど。重いもん、ラグいわ。逆にこれラグすぎる。はい、と、まあこんな感じですね。300ちょっときついかもな。ワンチャンこれはちょっとダメなのではと感じている次第。 PC 買わないと、今度は。今度は PC 買わないとな。まあちゃんと仕事のためにね、7万円を使用したので、まあそこはまあいいでしょう。自分の私利私欲のものじゃなくてね、ちゃんとしっかり YouTube とかいろんなことを考えて 360Hz にしたんですけど。
なかなか難しいもんでしたね。ちょ、相手の方がね、ワンチャン初心者臭いんで、ちょっとなんか、いろいろやれないんですけど。ああ。まあ、適当に建築やってみるか。相手なんか気にせず。ああ、なるほどね。いい感じですね。やりやすいね。まあ、明らかに 240fps の時よりはやりやすい。こっちの方がね。うん。なんか編集のミスが減ったかもしれない。普通に。はい、押すって感じで。で、まあ実際にね、今 360Hz をじゃあ体感できてるのかって言われると、多分実際は体感できてないかなって感じだね。安定して出てないから多分実感できてない。もっとね、ハイスペックなものを買わないと多分結構きついんですよね。ハイスペックなものを買って、いや、また初心者かこれ。なんだこれ、また初心者だろこいつ。マッチメイキングすんなよ初心者。グラップルとか取ってるぞ、いろいろ。大丈夫かこいつ、様子おかしいぞ。武器選びだけで超時間かかってんな。もうちょっとこれつまんなそうだから抜けるわこいつ。よーし、あ、やっとまともな人来た。オッケー、ありがたいです。オメガ、回線強くねこいつ。オッケー、3本取っていくわ。こんな感じで 360Hz をまあ実感できてはないけど、まあ、やりやすかったということですね。 240fps よりも 360fps の方がやりやすい感じです。まあでも僕はね、モニターはまあ買いましたけども、240fps でやりますかね。はい、まあ案件でもないんですけども、僕ピクショーのモニターマジで好きなんで、安くてなおかつ性能がいいで、今回買ったモニターが約4万3000円ぐらいで、モニターアームが約3万円ぐらい、2万8500円とかだったんで、まあ3万ぐらいで、まあそんな感じで買えましたね。 240Hz のモニターなんですけども、僕4万5000円で買ってるんですよ当時。なんだけど 360Hz のモニターが4万3000円だったんですね。だから360の方が安くなったの、 Amazon のセールで。すごい悔しいけど、まあ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 、まあ、悔しいというか、まあ嬉しいっちゃ嬉しいか。240のモニターより安く買えたという、この買い物上手さ、うん、褒めてくださいって感じで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あ、こっちか。バイバイ。